皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。今回の動画のテーマは業種別の創業融資のポイント、その中からフラワーショップで気をつけたらいいよっていうことをお伝えしたいなっていうふうに思います。で、フラワーショップ、いわゆるお花屋さんですよね。で、お花屋さんについてはやっぱりそのテナントでやることが多いんですね。じゃあめちゃくちゃ重要なのは物件選びだし、でテナントの場合その、融資実行後に契約しないといけません。どういうことかというと、その融資実行前に契約したら、もし融資できませんってなった時にテナント契約だけが残って損することになるから、融資実行後に契約するようにしてください。で、この点実はそのお金を借りる時にテナントの契約書を持ってきてくださいっていうふうに言われるんですよね。で、これ変な話で、こっちはこっちで融資してからテナント契約したい、でも金融機関の方はテナント契約しないと融資降りないよっていう話になってて、ね、そのニワトリが先か卵が先かみたいな話になるんですけれども、これはちゃんと実務があって、あの物件の仮押さえとか仮契約みたいなのを不動産屋さんに言えばやってくれるので、それできちんと対応してください。これめっちゃ重要ですね。で、今回の動画で伝えたいなって思うことはこの3つなんですよね。で、業種の特性、ここが動画のポイントになるんですけれども、でもその前にやっぱりそのある程度のことを知っとかないと、伝わらないので、やっぱり基本的な理解とポイントと、あとこの手続きについてはどんな業種でも一緒なんで、この3つをお伝えしようかなっていうふうに思っています。で、僕の自己紹介なんですけれども、会計事務所の代表をしていて、創業融資をやってますよっていうことになっています。で、自慢じゃないんですけど、こういうテレビ出演、トリンドル・レナさんですね、テレビ出演をしたこともありますし、ウェブの取材なんかも受けたことがありますよという感じになります。で、この動画を見て不思議なことがあるなとか、聞きたいことがあるなみたいなものがあれば、このリンク貼っているので、それを活用してください。じゃあとりあえず一番最初に基本的な理解から始めます。で、基本的な理解、これめちゃくちゃ重要で、もしじゃあ今からそのフラワーショップを始めたいですよとか、それを考えてるんですよっていうのを相談に来られた時に僕が何を言うかっていうのを、ここに書いてあります。で、やっぱりその創業融資、開業時の融資って一番最初じゃないと借りれませんっていうことなんですが、そのフラワーショップ自体は割とめちゃくちゃ金額がかかるとは言わないですけれども、割とかかる、あのネイルサロンとか、あと僕らみたいなその修行とかに比べるとお金のかかる業種なのかなっていうふうに思ってます。だから丸々自己資金で始めるっていうのは、パターンとしては少ないのかもしれませんが、もし自己資金で始めたいっていう人は、この赤字とかになって借りに行くぐらいやったら最初から借りてくださいっていうふうに言います。で、ここはお金の話なんですけれども、まずやっぱりその設備資金、要はその初期費用ですね。一番最初にお店を作るまでに必要な支出と、そのお店を作ってから固定費3ヶ月分のお金はこの必要資金としてちゃんと計算してください。資金計画ではそれをちゃんと計算してください。で、それと比べるべきなのが、その自己資金プラス融資のお金だと思うんですよね。で、融資額っていうのは自己資金の大体 2.3 倍ぐらい借り入れます。ネットを見たら2倍から5倍とかっていうふうに書いてありますけど、僕は大体このあたりを目安にしています。設備資金がちょっと多めの業種なので、3倍ぐらいでもいいのかなっていうふうには思いますが、大体このあたりですね。これ例えば 2.3 倍よりも5倍の方が借りれる金額っていうのは多いんですけれども、借りれる金額が多いっていうことは返す金額も多くなるっていうことやから、
だからまあ大体こう、あの自己資金が3分の1、30% ぐらいになるぐらいがまあちょうどいいかなっていうふうに僕は思う。まあ、あとまあ設備資金の方がまあ借りやすいですし、事業計画は絶対に作成した方がいいと。可能性を 1% でも上げるためには事業計画は作成した方がいいと。でまあ、自分でやる場合はやった方がいいですよっていうふうに言いますが、僕がそのじゃあ分かりましたお願いしますって言われたら 100% を作るんで、 100% を作るんで、であのフラワーショップはまあどちらかというと女性が開業することが多いと思うんですけれども、で女性にありがちなパターンなんですが、あの予算をケチることが、予算上ケチることが多いんですよね。いやそんなにかからないと思いますみたいな、いやいやいやと、予算は別にいいんですよ。でこれ何が苦しいかというと、これが逆やったらどうなるかっていう話ですよね。予算はケチに来て、リアルが多かったらお金なくなりますよねっていう話なんで、だから予算上はまあそのちょっと多めにっていうか、もしあのなんか不足の事態があったとしてもまあ対応できるぐらいちょっと多めにこう考えといた方がいいのかなっていうふうに思います。まあ、かかるかかからないかわからないような支出ってあると思うんですよね。いるかどうかわからんってやつですけど、まあ、それもまあまあ、いるかもしれないからっていうふうにして入れておくっていうのがまあいいのかなっていうふうに思います。まあ、この辺の塩梅は難しいんですけれども、まあ、あのこの心づもりでやっとけばあのいいと。逆になるとやっぱしんどいかなっていうふうに、こんなにかかると思いませんでしたって言ってももう話は後の祭りなんで、ちゃんと、まあ、この気持ちでちゃんとやった方がいいのかなっていうふうに思います。で次、あ、ここは、まあ、あの業種の特性なんですけれども、これはめちゃくちゃ重要ですね。はい、で、まあ、これは、まあ、先ほどは、まあ、質問なんていうか相談に来られたらどうするかっていうような話なんですけれども、まあ、シーンとしてはもうお願いしますって言われた時に僕が何を考えるかっていうのに近いんですけれども、まずはその支出の分岐点を明確にした方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。分岐点っていうのはやっぱりその、こういうことを選択しますっていうので、この支出の金額が変わってくると思うんですよね。店舗立地ですね。要はその賃料も違うし、その保証金なんかも違うから、やっぱり店舗立地は全然重要やし、あとは設備ですよね。キーパー使うとか使わないとか、あと自動車、その軽自動車がいるいらんとか、あの配送のための車が必要不必要とか、いろいろあると思うんですね。こういうのの選択肢をいくつかこの分岐点があるんで、これはちゃんといるいらない、いるんやったらいくらとかっていうのをちゃんとやっておくと、まあ従業員がいるか必要かどうかはまあ分かりませんが、こういうような形でその選択、いくつかの選択肢で、まあ、いるいらない、その金額はいくらっていうので、こう必要な金額が違ってくるので、まあ、これはしっかり見積もる必要があるのかなっていうふうに思います。で、まあ、初期支出はまあめちゃくちゃ幅あります。だからどこに行く、どこで立地するのかっていうのと設備ですよね。まあ、この2つは結構差が出てくるんで、まあ、多い方がいいとか少ない方がいいとかっていうのは、まあ、あんまり言えないんですが、まあ、幅があるなっていうふうに思います。でそれだけじゃなくて、まあ、消耗品とか備品とか、そのこの包むためのラッピングの、まあ、消耗品とかもあるかもしれないし、あとはそうですね、備品とかだとその棚とか、あるいはエアコンとか、その空気清浄機が必要なら空気清浄機とか、いろいろあると思うんですけれども、そういうものも必要になるから、全部の支出を積算することが必要になるし、でまあ、個人的にはやっぱり全部のものをあの積算するのって、いやまあ結構難しいんですよね。だからこそあのちょっと余裕めに予算を組んでおくっていうのもまあ重要かなっていうふうに思っています。まあ、次はまあシーズンごとに売上に波がある。まあ例えばこれってその損益計画ですよね。そのオープンしましたと、その後の売上の計画を作るときに、まあ、毎月同じ売上やったらそれって何かなっていうふうに思うんですよ。やっぱりその
季節ごとに波があると思うんで、それをちゃんと捉えたような計画にした方がいいと思うんですよね。うん、それとともにこの3つ、ここの3つはまあその金融、対金融機関向けなんですけれども、まあ、フラワーショップはまあ女の人がおそらくはやることが多いと思うんですよね。一方で金融機関の担当者って結構男の人が多いというか、多分男の人だと思うんですよね。僕も経験上、まあ、男の人が多かったんで、男の人に当たった時に、まあ、当然に女の人だったら知ってることを知らん可能性があると。だからこの男の人でも分かりやすいような形で事業計画なんかを僕は作ろうとします。あとその仕入れ業者ですね。これはさすがに僕もよく分かんないんですよ。それはその、皆さんの方がプロだと思うんですけれども、まあどういうことかっていうと、その金融機関もやっぱり本当に仕入れできんのっていうのがこうポイントになると思うんですよね。やりたいはと思うんですけれども、いざ蓋開けてみたらどこからも仕入れできませんでしたって言ったら絶対に事業ってできなくなるから、じゃあ仕入れ事業 の仕入れ業者ってどういうふうに選定するんですかっていうのを絶対に聞かれると思うんですよね。その時にまあちゃんとその卸売りとか、まあ市場とかいろいろあると思うんですが、まあ、こういうところにやろうと思ってます。それってある程度コンセプトとかとも逆、コンセプトから逆算しないといけないと思うんですね。こういうものを売りたいからこういうところと取引したいと思ってるとか、まあ、そういうのが必要かなと思います。何にも決まってませんじゃ、まあ、厳しいですよ。あと関連購買ですね。あの花とか植物だけじゃなくて雑貨なんかを売るパターンもあるし、あとフラワーアレンジメントの教室だとか、まあ、講師とか、まあ、そういうパターンもあり得るから、まあ、そういうものもまあ売り上げに入れれるんだったら売り上げに入れたらいいのかなと。でこれはその金融機関のそのなんていうか、この金融機関のまあその性格かもしれないですけど、一つの売り上げよりもいくつかの売り上げの方がまあ有利と思ってるんですよね。もう花しか売りません、植物しか売りませんって言ってるところよりも、まあそれは売るんですけれども、それに合うような鉢とか、それに合うような、なんか雑貨とか、そういうのも合わせて売りたいと思ってますとかっていう方が、ああ、なるほどねっていうふうに思ってもらえるんで。あとは、もし、女性やったら、利子率の優遇があるので、まあ、それをちゃんと適用 しようと僕はします。まあ、この辺かなっていうふうに。でここからは、まあ、あまりその事業、どの事業かっていうのは特性はないわけなんですけれども、まあ、知らない人もいるので一応お伝えしますと。で融資の手順の前に、創業融資の手順の前に、もし開業資金を借りたいと思っているならとりあえずこの日本政策金融公庫に当たってください。まあ、新創業融資っていうのがあるんですけれども、それ以外にもいくつかメニューはありますが、まあ、とりあえずこれから当たってみるのがいいのかなっていうふうに思います。で新創業融資っていうのは、まあ、こういう商品なんですけど、これはパンフレットだとか、あとはネットとかの、まあ、情報でこう必要なところをこう抜き出してきたわけなんですけれども、でこの自己資金要件もバッチリ10分の1以上というふうに書いてあるんですけれども、これ10分の1っていうふうに読んじゃダメなんですよね。10分の1以上やから、10分の1だったら9倍借りれることになるんですけど、と思って9倍をチャレンジしてこう撃沈するっていうのはまあ基本的なラインなんで、もちろんそういう時に借りれる人いますが、例えばそういう人ってもうすでに契約書を持ってるとかっていうことですね。なんかある程度大きな、こうある程度大きなその工事の契約を持ってますと、その工事の契約があるからその法人化したりだとか独立しようと思ってますって、で資金はないけどもうすでに目処は立ってますみたいな人やったら10分の1でもいいっすよねっていう話なんですよ。だから全員が全員10分の1で借りれると思っちゃ大間違いと。でじゃあ僕はどうしてるかっていうと、大体3分の1以上を目安にしてますと。自己資金の 2.3 倍ぐらいで、まあどうかなっていうふうに思うんですよね。まあ3分の1ぐらいを目安にしてると。で金額についてもまあ大体1000万までが現実的なラインです。で、まあフラワーショップなんで、まあ1000万円以上借りる必要があるかっていうと、まあそこまで借りる必要はないのかなとは思いますが、まあここがまあ一つのラインになっている。
じゃあこれ以上どうしたら、これ以上の時はどうしたらいいのっていうふうになった時には、まあ、ちゃんと相談してください。ちゃんと相談したらいいと。もっとかかると思ってるんですけどどうしたらいいですかっていうのはちゃんと相談したらいいと。そしたらまあちゃんとあのポーコさんは対応してくれますから。まあ、たくさん借りるっていうことはたくさんの自己資金がいったりするっていうことも、まあ、お忘れなきようにお願いしますと。で、利率については女性に優遇があるんですよね。で、女性だけじゃなくて実はその女性とシニアとあと若年者、まあ、若手ですね、若者、この3つの属性については優遇があるんですね。どういう優遇かっていうと 利率が下がるっていう優遇があるんで、まあ、これは使わない手はないと。じゃあ実際どうするかっていうと、その政策金融公庫の人が、政策金融公庫の人が言ってくれるんですね。基本的には女性なんでこれ使っときましょうかみたいな話だから、あんまり言う必要はないんですけれども、そういうことを言ってもらえなかったら、逆にまあそこでスマホでもいいんでこういうのあると思うんですけども、適用してもらえませんかって言ったら、まあやりましょうかっていうことになると思うんですね。基本言ってくれるというふうに思ってください。で、まあ、この新創業融資を申し込むための、まあ、手続きの流れなんですけれども、でまずはそのお近くの高校に行ってくださいと。で、どのお近くかというと、基本事業所です。事業所のお近くへっていうことになります。まあ、まれに自宅でもっていうふうになるんですけど、基本的には事業所の近くの高校に行ってくださいと。だからテナントを借りるんだったら、テナント借りる予定のところの近くの高校に行けばいいと、で、まあそこで、まあ、相談に行って、私こういうふうにしたいと思ってるんですよとかって言ったら、まあなるほどねって、じゃあこういうような必要書類を揃えてネットで申し込みしてくださいねっていうふうに言われるんです、ね、で、まあこの必要書類なんですけれども、まあこういうものが必要になりますよっていうことですね。で、見積書が、まあその申し込み段階でいるので、そうですね、内装業者とかですかね、それはもうある程度選定しとかなダメっていうことになりますよね。まあ機械とかはまあある程度カタログとかでいいと思うんですけれども、内装工事とかに関してはこう見積もりまでに結構時間がかかるんですよね。見積もりを取るのに時間かかるから、それは気をつけないといけない。だからどん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 後ろ倒しになりますね。あと事業計画は任意なんですよ、実は。でも、まあ、僕がそのお願いしますって言ったら 100% 作るんですよね。それはさっきも言ったように、やっぱり可能性を高められるからなんですよね。じゃあご自身で、まあ、事業計画を作成するんだったら、まあ、こういうところを注意してもらえればいいのかなというふうに思うんですよね。まあ、今やその YouTube でいろんな人が事業計画の作成の仕方みたいなやつ書いてあるんですけれども、一番の本筋はやっぱりここをですね、事業創業計画書と項目をある程度合わせていった方がいいと。なんでかっていうと、創業計画書って公庫所定のフォームなんですけれども、これだけ提出してこう借りている人もいるんですよね。裏返せば創業計画書がミニマムっていうか、もう必要なことが全部書かれてあるっていう前提なんですよね。ということは創業計画書にないことってそこまで書かなくてもいい。逆に言うと、創業計画書にあるようなことを事業計画でこう書いてなかったりなんかすると、漏れがあるなっていうか、もうちょっと充実させた方がいいんちゃうかなっていうふうに僕は思いますね。で、じゃあ創業計画書があればいいんやったら事業計画いらんやんっていうふうに思うと思うんですけど、創業計画書って実は A3 1枚の紙なんですよね。だから全然書けるところが少ないんですよね。で、特に写真なんかを載せたいなってなった時には、やっぱり事業計画パワーポイントとかに載せた方が綺麗になるので、 Excel の中には入れられない。Excel のその紙面の幅が狭すぎて入れられないんで、もう本当に借りる、例えば500万借りたいですって思っている時に、これだけしか出さない人と事業計画もしっかり考えて出す人、どっちの方が有利かっていうことを考えたら、まあ一目瞭然やと思うんですよね。
で、その、ま、やっぱりここかなっていうふうに思う。創業計画書の項目でそれをしっかり合わせておいて、それを事業計画では創業計画書のある項目をしっかり書くっていうことですね。で、それのなんていうかエッセンスだけを創業計画書に移し込んでいくと、それでその申し込み資料を作っていくのが、まあ、一番なんていうか効果的かなっていう気はしますね。で、事業計画を作るときは金融機関っていう日はあんま何も知らんと思ったらいいと思うんですよね。だからまあその写真、こういうことをやりたいと思ってますとか、こういうコンセプトですとか、あのこういう店にしたいですとかっていうのをちゃんと写真とかに貼れば、ああなるほどねとかっていうことになるし、そういうふうにちゃんと理解を深められるような創業計画、事業計画書を作れば、やっぱり評価はアップしていくので、評価がアップすれば、まあ、借りれる可能性が一歩二歩近づいていくっていうことになります。で、その申し込みした後に面談の日程を決められます。だいたい1週間前後、まあ、10日ぐらいかな、申し込みして10日ぐらいのところで面談を決めるんですけど、で面談時にまた提出資料が必要になるんですよね。 こっちの方が結構多いんですよね。このぐらい必要になると。で、まあ、最終的には広告が言ってくるんで、これから広告から連絡があったやつをまあ出せばいいんですけれども、今までの経験の中でサラリーマン、要はその従業員からその従業員からフラワーショップ始めますっていう風な人の場合、その過去2年分の収入の確認できるものが必要になるので、じゃあ源泉徴収票ってなった時に持ってない人いるんですよ、なくしたとかっていう人。まあ、それやったらもうその事業計画とか作ってる段階からもうすでにこれいるんやったら、こういうのを用意しとくっていうのをまあ一つ必要かなと、もう先回りしとくっていうのが必要かなっていうふうに思いますね。あと最初にも言った事業賃貸契約書なんですけど、これはもう仮契約というか仮押さえでもいいんでっていう、逆にこれは出してくれっていうものなんでね、だから絶対に必要なんですよ。で、お花屋さんみたいにどこに立地するかが圧倒的に重要なものについては絶対に必要っていうふうに言われます。飲食店とかですかね、飲食店とかについてもこれは絶対に必要とされます。一方で僕みたいなそのいわゆる事業とかやったら、まあ、大体この辺の事務所でこのぐらいの坪数でこの見積もり、例えばそのネットの価格表とかってあると思うんですが、そんなんでも大丈夫な時があるんです。それはあまりどこにおるかっていうのが重要じゃないからなんですよね。大体この辺りの地域でこのぐらいの広さでこのぐらいの金価格帯でとか で十分なんですよね、僕らみたいな。ただその立地が超重要な商売についてはめちゃくちゃ重要だから、絶対にこれがいるっていうことになります。だからまあ一番最初にも言ったように気をつけてくださいねっていうことに。ここまで動画を見ていただいて、まあ、なんかこう分かんないなっていうところがあれば、リンク貼ってあるんで、まあ、それを利用してもらえればいいですし、先ほど言ったようにその面談ですね、面談についてはまあ攻略動画みたいなのを作ってるので、まあ、そちらもまあ参考にしてもらえればいいかなっていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。